うわあ、どんどん焼けると、あー脳みそ。の、はい、おお、の、はい、VCP のチョです。ラバスです。みかんです。たまちゃんです。はい、ありがとうございます。今日は有名な象の歯磨き粉の流し物。問題はね、入れていい。1時間ぐらい。紙コップを中に仕込んで。はい、こちらの魔法の主役。はい、ゴー。と、うわー、すごい勢いで出てきた。熱がすごい、熱がすごい。すごい。赤強い。あ、綺麗。湯気が。本当だ。すごいね。あ、どんどん。はい、あーあー、脳みそ。めっちゃ出てくる。めちゃめちゃ出てくる。持ち上げてみましょう。よいしょ。じゃあ、星野さんね。はい。うわあ。あの、泡ふわふわしてる。芸術性高いよ、これ。まあ、なんか確かに。ドラゴンボールの敵キャラにこんなやつがいなかったかな。よいしょ。可愛くなった。はい。こんな感じでした。はい。おお、来た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 。すごいなんか。あ、来た来た来た。お、せーの。はい、おお、ボンっていった。あ、火がついた。どうだどうだ。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。せーの。せーの。おお。お、火つけました。つくね、火消したのにね。はい、じゃあ今象の歯磨き粉、はいはい、やっていただきましたけども、その解説、はい、お願いします。まあ最初入れたのは過酸化水素でしたね、はい、これ実は過酸化水素の分解反応で、うん、水と酸素ができるような反応なんですね、うん、こんだけなんですね、今言ってます。そうそうそう、シンプルだから、あわあわってなってたのは、まあ、洗剤と酸素、うんうんうん、あのブクブクが全部酸素で、そうですね、だったわけなんですけども、はい、まあ、過酸化水素そのまま置いておいてもすぐに分解反応が分解するわけではないので、そこでアマちゃんが魔法の液体を言ってましたね、って言ったところで、このヨウ化カリウム、ヨウ化カリウムが入ってた、あれがヨウ化カリウム、これが触媒となって反応を促進してくれます。ということで入れた瞬間、ブワーッとなりましたね。で、これ高校の教科書とかだと、まあ、ヨウ化カリウムよりは酸化マン、二酸化マン、二酸化マンだって聞いたことある。黒い粒みたいな、そうそうそう、みたいなのを触媒として用いられるみたいな、うん、高校の教科書ではね、書かれ方をしていることが多いと思うんですけども、今回はヨウ化カリウムを使って、はい、で、まあ、反応自体はそれだけなんですけども、はい、今回のポイント、洗剤です。ちょっとブクブクして、なんか出た、まあ、関係なさそうだけど。ブクブクさせるために、ね、もちろん入れたっていうのもあるんですけども、実は洗剤がこの反応速度と関わっていて、まあ、この化学変化とは関係ないんですけども、うん、これがないと急に反応が起こっちゃって、反応速度が速い。ヨウ化カリウム入れた瞬間バーってきたけど、あれでもそう、あれでも抑えられてて、なるほど、ね、もっと急にバンってなって、お、怖い、ね、例えばガラスの容器とかだと割れちゃうぐらい、ああ、めっちゃ熱かったですから、ね、そうそう、熱が、ね、出てました。そう、そのくらい早い反応なので、洗剤を入れることでね、まあ、見栄えの面もあるんだけども、ある程度その速度を、速度を抑える役割が、うん、危険をね、抑えるために、なるほど、洗剤大事、絶対入れなきゃ、しっかり入れて、だから、うん、まあ、なんか生きててよかったゾウの歯磨き粉ね、いろんなとこでやってるから面白いなって言って真似したくなるけども、安易にはちょっと、そうそうそう、いろいろね、抑えなきゃいけないポイントっていうのがあるのでね、そこら辺抑えて楽しく実験ができればいいんじゃないかなと、はい、あ、なるほど、はい、そんな感じでした。分かりやすかったっす、面白い、ね、ということで、はい、今回のゾウの歯磨き粉、この辺で終わりましょう、はい、はい、じゃあ今回の動画は以上になります。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。